バッタモン会のコスプレメイクができるまで。はい、バッタモン会です。裏でマサです。二人しかいねえよ。いいじゃないですか。こういう時期もありましたから。すごい嫌だよ。はい、ここは気を取り直して。はい、今日は河合さん何のコスプレメイクをするんでしょうか。はい、配給の日向をやります。お願いします。大丈夫です。顔は死んでますけど。山ピーと2人嫌だもん。まあ、やりましょう。コスプレメイクスタート。はい、嫌だけど始めていきます。はい、お願いします。前劇します。はい、どうぞ。ティッシュです。なんか汚いな、相変わらず。ゴミじゃありません。いや、ゴミですね。ティッシュです。世間ではゴミって思うんですよ。それをゴミだと思うからゴミだ。はい、深いですね。はい。はい。ほんで、ネットをかぶります。お願いします。今日はなぜか最初に衣装着替えてきちゃった。あ、本当だ。着てるなんか。でもちょっと衣装いろいろあれしてるので。あれしてる。雰囲気でしか衣装着てないので。ああ、なるほど。雰囲気の衣装しかできてないっていうか持ってないので。このうち多分ジャージちゃんと買うかな。はい。かなー。まあまあまあ。とりあえずね、メイク動画なんでね、メイクをねちゃんとやっていただければと思います。はい。なんかネットいつもと違います、もしかして新しいですか？ネット忘れちゃった。あらまあ。黒しかなかった。それはまた残念。でもまあ一応いつもの二重かぶりですね。おーい。はい。最近あまりにも当たり前にないですけど、二重かぶり全く触れてなかったですけど、二重にかぶってます。大丈夫、質問ないから。そうですね。はい。どうしようかな。ベースメイクをします。お願いします。のがいいのかな、先に引っ張った方がいいかな。いつもどっちだったかな。引っ張ります。どうぞ。どっちがいいんですかね。どっちのがいいんだろう。メイクの上からだとでも取れちゃったりしないですかね。そんなことないか。どうだろう、ヤマピーが言うから、嘘か。なんでですか。最近その印象つけようとしてますけど。だって嘘つきだし。それは侵害です。変じゃない。否定はできないって言えよ。いや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 。とりあえず輪郭を引っ張り、はい、ます、シュッとね。そうですね。だいぶ変わりますね、これで。で、なんか本当配給の目って、やりづらいんですよ。だから本当嫌なんですけど。ちょっと目を。はい。お。そこつりますか。見えちゃうかな。まあまあうまいこといけば。まあまあでも変わったかと言われると分かんないですね、ちょっと。両方やってみたらまた違うかも。といえば変わったかなっていうくらいですね。こっちのが変わったな。こっちも変わろうか。おでこね、皮がね結構たるみますもんね。たるみつくか伸びますもんね。まぶたとかあるし。意外と伸びる。こっちの目がねちょっとね腫れてんですよね。それはまた。なんかあったんですかね。いやもうね、前からねアトピーが治んなくてね、病院行ってないんですけど、治んなくて昨日薬飲んないで寝たらね腫れてもた。こっちの方がいいかな。そうです、その方向の方がまだ、ね、難しいですね。皮が動く場所だから。初めてこんなとこに貼るの。髪型によったら思いっきり見えちゃいますからね。見えるよね。割とギリギリ狙ってるんだけど、でもギリギリな気がする。見えそうな気がする。はい、見えないといいなとは。そうですね。見えなければ大丈夫だと思います。目乾きそう。はい。あれですね、眉毛の残骸がすごい継ぎ目になってるような。そうだね。ベースメイクします。お願いします。いちごコンシーラーです。いつものフォーミーいちごコンシーラーです。ちょっとなくなってきちゃった。あらまあ。まだ全然あるけど。ストックあります？ない。あら残念。半分ぐらいまだ多分あるし、できると思うから。まあまあまあ。なくならないけど。今日は大丈夫ですね、絶対。これか中で勝手に作ってくれるから。うん、それは嘘じゃないですかね。ヤマピーじゃないんだから。いやいやいや、嘘イコール僕ってイメージやつけのやめてくださいよ。そんなイメージしかないけど。それは心外です。茶色です、カラコン。お、これは何ミリのやつか。14.5。14.5。縁が結構くっきりしてますね。もうちょっと発色いい茶色でもよかったんだけど、あんまりなんか見本がなくて分かんなかった。あとの選び方大変ですよね。ドンキでいつも面倒くさいから買っちゃうんだけど、茶色ってなかなか難しいんだよね。茶色難しいですね。他のね、青とか緑とかは発色いいの選べばいいからいいんだけど、茶色いっぱいあるから難しいんだよな。なんかキャンメイクのコンシーラーです。ああ早くつかないかな。やだな、ヤマピーと2人。なんでカメラ目線で。はい。はい、ファンデーションです。はい、これもちょっと減ってきちゃった。減ってきましたね。まあ中だけ一応変えますけども、それも。まだあるけど。まあしばらくはまあ大丈夫ですね。3ヶ月ぐらい。3ヶ月くらいか。いけますかね。わかんない。多分。コスプレする量が増えると。しかしテーピングうまく隠れてくれるといいんですけどね、本当に、微妙な気がする。なんか今ちょっと微妙な気がだんだんしてきましたね。なんかあれですよね、ネットをかぶってそのままの勢いで連れてくれるようなものとかないですかね、うまいこと。微妙だな。で、アイライン描きます。お願いします。本当に配球は難しい。配球キャラ何キャラ目でしたっけ？3人かな。3人くらいですかね。多分野谷さんと及川さんしかしてないかな。ですかね、多分。確かそうだったと思います。なるべくこのリアル二重線を塗りつぶしたくないんですよね。それを生かしていくと。今日は。そうなるとあれですね、本当になんだナチュラルってわけじゃないけど、そんな塗りつぶし系じゃない。でもね、あんまりうまくいかないことが多いんですよね。難しい。で、下のラインはこっちの、金色ウォータープルーフの方で、描いていきます。なんか寂しいな。チャチャを入れる人がいない。順調に済んじゃうよ。そうですね。先週はアプリをやる人がいなくて、今週は誰もいなくなって、来週あたりは会社の自撮りになってるじゃないですかね。そっちのが人気出るかなそれはすいませんね下は結構がっつりめですかね。で、はい、しっかり縁取ります。がっつり縁られてますね。早く来ないかな。なんですかもう。ほんで、はい、なんかダブルライン的なのをこことこっちに描きます。目尻のライン、この前もありましたね。配給キャラにはよくあるラインなんでしょうかね。なんか、描きたくなる配給やると。で、片っぽもやっていこうかなと思います。はい、終わりました。はい、どうも。ので、眉毛を描きます。お願いします。眉毛もまた難しいんだよな。この100均の茶色いので描くんですけど。あいつあんまりお眉毛ないんだよな。なんかもう本当になんか三角でヒュッみたいな眉毛しかない。あんまり太すぎても、長すぎてもちょっと印象が違う。ヤンキー感がひどいな。ヤンキー感というかなんというかとりあえず、これでダイソーのアイブロウコートを上から塗って、ダイソーのアイブロウコートでちょっと乾かして、乾かしている間に、チークオレンジの方ですね。これをチークに対する扱いがアグレッシブですよね、毎回毎回。そう。なんか両方ともチーク蓋壊れてるじゃないですか、基本的に河合さんが持ってるのって。でも、これは作ってるとこが悪いと思う。そうなんですか。もうちょっと蓋を強く作った方がいいと思う。はあ。河合さんの保管の問題ではないと。だって他の蓋壊れてないじゃん。あ、まあ確かにそうですけど。チークだけ蓋が壊れちゃう。だろう。まあ、それには同意しかねません。しかねますが。こんな感じでチーク塗って、このザワチンのやつの、どれがいいかな。真ん中かな。真ん中をちょっと。上から塗っていきます。ちょっと明るくします色。この前配給のね、配給いっぱい人数でやったの、大人数で。で。もうなんかすげえ化粧上手な人いてさ、やっぱでも初めての人だからさ、そんなに喋れないから「いやめっちゃ似てますね」しか言わなかったんだけど「めっちゃ似てますね」って言ってめっちゃ見てるだけしかできなかったんだけど、すごいなって思った。まだまだ上手い人たくさんいるなと思った。本当にそうですね。いやもっと上手くなりたい。超似てるの。もうメイク自体が上手いってことなんですね。まあ、本当もいいのかもしれないですけど、あれはでも似てた再現率、なんかもうその人っていうよりかが似てた描いたみたいだった絵に、すげえな、見てみたいですねそういう人。ほいで唇を消します。どうしようかな、はい、そしてファンデで上から塗ります。ほいで、ちょっとだけ鼻にシャドウを、あんまやるとね、彫り深くなりすぎちゃいますもんね。そこまでじゃないんだよね。こんなもんかな。で、完成です。ヅラをかぶります。お願いします。このヅラでバーベキューをしたので、すごいバーベキュー臭い。あ、なるほどね。マジで臭い。Twitter で上がっていた。香ばしい匂いするんで。燻製の匂いがする。やーべ。くっせー。やーべ。これ今ねギリギリで隠してるんですよ。ああ、さっきのテーピングですね。ああ、でもうまいこと隠れそうですね、頑張れば。もうでも本当はもうちょっと上げたいんだけどね。もうねちょっと上げたらアウトなんですよね。見えちゃいますもんね。臭い。くっせ。横毛止めます。はいよ。なんかでもそのバーベキューの時に初めて日向をやらなきゃいけなかったから、はぁと思った。初めてやだーと思いながらせめてこっちで撮ってからやりたかった。でもまあその時やったから今日のこのテーピングが生まれた。やっぱね、初めてやるとね、うまいこといかないことも多いですもんね。いかないよ、大体いかないよ。お、来たか。いいよ。いやもう本当待ってたよ、寂しかったんだからっていうか、嫌だった、ヤマピーと二人。いやひどい。嫌だった。嫌だった。いやいやいや。しかされてないでしょ今日。本当そうなんです。でも今ね頭がねすごいこれバーベキューの時にかぶってたからね。すげえバーベキュー臭するの。どんなバーベキュー？ちょっとバーベキューの気持ち味わわない。ちょっとバーベキューをいいように言ってるけど、バーベキューのいい匂いなの。バーベキューでしょ。バーベキューのいい匂い。臭いね。ちゃんと臭いよこれ。臭いでしょこれ。ずっとくる。なんか炭のいいバーベキューやったでしょ。そうでバーベキューの全部終わった後の匂いです。炭に水かけて終了みたいな。灰が目の前になんか浮かびましたもん。そうだってバーベキューの火がちゃんと消えるまでみんなでキャンプファイヤーもしたから。いろんな灰の匂い全部浴びてんだね。灰めっちゃかぶったと思う。なんかやっぱ料理番組っていうか料理漫画の表現正しいですね。ほんと炭の絵が通りましたもん。見えました香りだけで。じゃあそんなバーベキュー感を味わったところで完成です。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。